とにかく、なんか困ってたらお姉さんに相談しろよな。ありがとうございます。美少女か？どうなるの？俺の異世界ライフ！ま、ルルネだよな。カバ、なんかおかしいです。見える見える。妖精一、何してんだい？これは違うな。言いたいことはそれだけか？未章の人の多くは、友人が自分と関わりない人と話しているとき、自ら入っていくことができない性質を持つ。そしてその感情は、あるいは嫉妬と呼ぶこともできるのかもしれない。なんか視線を感じる。わらわも一度やってみたいのじゃ。みやもなの。パパ、ま、さっきのゆれお姉ちゃんみたいに香りお姉ちゃんとチューするの？どういうことかな。カナオ、みんなはお仕事に行ってたんだよね。なのにどうしてゆえとキスしてるのかな。どうしてそんなことになるのかな。そんな必要があったのかな。楽しんでたんだ。私のこと忘れてたんだ。練習なのにいつまでやってるの。ごめんなさい。風間くんはダメ。私と一緒に来てもらいます。私、風間くんと遊べてないもん。食べさせてあげるね、いちか。目をつぶって口開けて。え、ごが？別にお別れの日までとは言わず、ずっとパパでもいいのですよ。そういう冗談はよしてくれ。空気が冷たいだろうが。あらあら、表になるのですね。ミュウもパパ欲しいわよね。え、パパはパパだよ。だそうですよ、パパ。ありがとうございます。ああ、天元様、天元様、私も私も天元様のイジュール。天元様、その花びらもらってもいいですか？ああ、いや、そこら辺の拾えよ。意地悪。私は今最高に幸せだ。まさかギデオン、レッドと一緒に暮らせるようになるなんて。ギデオン、やっと来てくれた。ヤランドララ、リット。彼女が前に話したヤランドララだ。よろしくね。よろしく。彼女の能力に私たちの命運を託す。それだけ信用しているのね。彼女は頼りになる友達なんだ。ギデオンは勇者の仲間だもの。落ち込んでるお姫様を励ますなんて当たり前のことよね。なのに私一人で舞い上がって。大丈夫か、リット。あんたに心配なんてしてもらっても嬉しくなんてないんだからね。そうか、そうだな、悪かったよ。Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down. You already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you got it.